文春で松本問題私はこう考える4っていうのをやってます、はい、まだしつこく水道橋博士がまあ、はい、いいことを言ってるんですよねこれね。自分はまあ前に週刊文春で連載してたからね、はい、週刊芸人春秋っていうのを、うん、だからその編集部でよくこう作業してたんで、はい、もう文春がどのぐらいね、うん、ちゃんと取材をしてるかっていうのがよく分かってると、はい、これはもう再々言われてるように事実があるんだったら認めた謝罪し性的同意について自分自身も分からないことがあるなら丁寧に説明すればよかったと、ね、松本さんはね、はい、言ってます。だけどその女性の携帯没収とかね、はい、そうですね、うん、個別の事件の共通点を見れば女性を上納するシステムが存在したことは否定できませんね、よねと。大手企業のスポンサーが資金を出すテレビ需要で公序良俗を守れない人間は出演できませんと。テレビに出たいならマスコミに告発されうるみなし公人であることの意識を持たなければもうダメだと。芸に未練がないなら松本さんは尊敬する島田紳助さんや上岡龍太郎市長のように引退すればいいし、まだ芸に未練があるならテレビではなく木戸線をもらう劇場で芸を続けばいいと、うん、松本さんなら間違いなく劇場を満員にして配信収益だけでも前代未聞の記録を作る新しいメディアのリーダーになるだろうと僕は思います、うん、そうですね、そういう言い方もありますね。それは荻上チキさんはもうとにかくメディアがちゃんともっと相手が断りづらい状況を作ってあたかも能動的にその選択をしたかのように罠を仕掛け性的な行為に及ぼうとするこのようなやり方をエントラップメントと言います。これは業界に蔓延する悪質な手法だと。飲み会などに参加することには合意しても性的な行為そのものに合意しているわけではない人がエントラップメントによって窮しがたい状況に追い込まれる、こうした構造についてはもっと広く知られる必要があるでしょうと。もっと芸能界とメディアが一致団結して向き合わないといけないと、はい、そうかもしれないですよね。まあ、そうですね、文春しつこくまあやってます、うん、松本さんはまあ裁判始まるからまあ何も言いませんけどね、はい、あとはまあ宮城の親方はもう、はい、追放されるっていうかね、ちょっと逆に残念ですね。まあそうね、だから僕はちょっと白鵬については、うん、いい力士じゃなかったなとは思うんですけど、まあいい力士というか、まあ、強いことは強いんだけど、はい、やっぱりルールを守んないっていうのはまずかったよな、はい、あれなんでそのあんなに言われてもその続けてたああいうことを続けてたか分かんないですね、バッタイとか、はい、もうちょっと自分なんだやちょっとなんていうかな、自分がその優勝回数もすごく多かったから、はい、そうですね、ちょっと過信してたのかな、うん、あと白鵬杯とかね、うんうん、じゃあいい活動もしてたんで、そうそう、それがねなんか、うん、あっさりここで潰されるっていうか、うん、レアごと潰されるようになるっていうのは非常に残念だなと思うんですよね、うんうんうん、そうなんだよね、それはあるけどね、素直に言うこと聞いてればよかったんだよね、はい、そうあれがわからないですね、うん、なんでそういうことを続けてたかわかんない、そうです、張り手やめろとかさ、はい、まあ、万歳三勝とかさ、ああそうそう、まずいでしょやっぱりそれは、そうそうそう、だからさ、気質というかそれを言われたのになんでそれやめなかったかは分かんないんだよな。朝青龍が上がれてた時は、うん、ああいうのを見てて、ちゃんと真面目にしてたんですよね、朝青龍が引退して、白鵬がどんどん勝つようになって、途中からおごりが出てくるんですよ、うん、やっぱ思ってたのかな、それがやっぱりちょっともうこんだけ勝ったんだから、うん、俺は認められて当たり前だっていう感じがね、やっぱりちょっと相撲道と違うな、だから協会側は虎視眈々とそういう機会を狙ってたわけですよ、だったら教育しろよと、うん、だってもっと早く入れて、親方になる時も条件つけてたわけですよ、ちゃんとおとなしくしろとかね、はいはいはい、ルール守れとか言ってたわけですから、かね、それを白鵬もその部屋にいないで自宅で生活して通ってたでしょ、はい、部屋に、それはちょっとやっぱりおかしいよね、まあ、強いからあれで認められて、うん、そういうことをなんで白鵬ももうちょっとこう考えなかったのかね、はい、それがちょっと分かんない、ちょっと奢ってたというふうに言われても仕方がないんだけど、はい、もうこれなんか白鵬追放の方まで行っちゃいそうな勢いです ね、これね、はい、今までそういうことで部屋が取り潰しになった例もたくさんありますからね、うん、今回のね、うん、教育体制じゃないですよ、うん、部屋が逆にね、まあ、ギッチギチに教育してた貴乃花部屋も潰されたっ、ね、もう潰れちゃったからね、ガチンコ相撲の箱行き場なくなっちゃうんだよ、うん、俺な、教会の思うつぼみたいになっちゃうんだけどね、はい。